はいろいろあんねんけど、今日も1個しかやりません。4対3というチーム内で、でボールにはこれ4人でパス回すだけなんだけどさ、実際っぽくやるとエンドのスローインとどうしたらいいかな、この辺でもらう人ともらう人とカウンターみたいな役割の方がいいかな。でパスをまあ出すとしたらこっちに出してもいいし、こっちに出してもいいし、でボールマンにはパス出たらボールマンには必ず当たりに行くっていう形です。分かった。でボールマンは方向付け、これゾーンやからな、まあ、マンツーじゃないから、こっち側押さえようかな、こっち側押さえようかなという方向付けをして、こう押さえたら、でこの2人でこの2人でこの3人守らなあかんねんけどさ、こっち押さえたらこっちとこっちとどっちがパス出やすいと思うこっちとこっちとどっちがパス出やすい、ディフェンスこっちについてたらこっちやな。ほんならこういう風に均等にな、ここもここもこの均等につくか均等につくかっていうよりもちょっとこっちについたらいいんだ、だってここパス出やすい、その代わりここ手薄になるかな。ほんならこの人どうしたらいいかって、ちょっとこう寄ったらええんちゃうとか、こっち出にくいねん、いやここは遠いからロングパスになるから、ミューっていう間にこっち側がゴブゴブに守っといて行ったらええんちゃうかって、でピュッピュッと、でこっち側方向付けしたらこの人はちょっと下がらなかな、あこ、ここに真ん中についてたら簡単でいいやんか、だからちょっとこっち、これが渋六反対6、4の付き方、分かった。でちょっとパス回して3人でカットできたらいいから OK。 でその次はボール2ダブルチームでいく、でパスが出たらボール2ダブルチームで、あとはゲッツーやな、ゲットツーゲットツーっていう風な練習をやるから、分かった。端に折れへんかったらまあ誰か見学の人パスだけ入るか、うん、でもそこは考えようか、はい、ほんならちょっと実際やってみようか。